日本が電子攻撃機を開発へ、敵を無力化。読売新聞の報道に見ますと、日本政府が敵のレーダーや通信を無力化する電子攻撃機を開発する方針を固めたことが明らかになりました。こちら、中国やロシアに対抗するためとなっているんですが、今後、航空自衛隊の新入装機や 海上自衛隊の P1 哨戒機に対して電波妨害装置を搭載し、電子攻撃機として開発し、2027年度までの導入を目指すとされております。この電子攻撃機なんですが、広い範囲に妨害電波を発射し、相手の戦闘機や軍艦などに対して通信妨害や レーダーを妨害し、このようなものを使えなくして無力化させ、戦闘不能に追い込む装備であります。こちら、電子攻撃機、電子戦機の開発、ようやかといったところですが、この電子戦機だけではないんですけども、電子攻撃機だけではないんですけども、他国が持っている装備を日本だけが持っていない。これは、 駒落ちの将棋をやるようなものであり日本が万が一戦争になったらハンデを追うことになります相手は全ての駒が使えるのに日本だけが使えないということになれば戦闘を有利に進めることは難しくなってしまうでしょうまたそういった状況が戦争の原因になることもございます 日本はこういった装備がないから、うちにはこれがあるから、日本に対して戦争を仕掛ければ勝てるかもしれない。このように相手に思わせてしまったら、その時点で戦争が起きて、日本に被害が生じ、取り返しがつかない事態になってしまいます。そのような事態を防ぐためにも、こういった 電子攻撃機など他国が当たり前のように保有している装備を日本としても開発導入して駒として配備していくのは当然必要でしょう日本政府には電子攻撃機だけではなくて今後も必要な装備を開発導入し続けていただき日本の抑止力を 維持、強化し、戦争を未然に防いでいただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。